こんにちはーデミア堀秀夫です、えー、今回中国に来てね、えー、私が一番驚いたのは、レストランのその皆さんの残しっぷりですね。えー、頼んで3分の1ぐらいしか食べないでね、えー、どっさり残すっていうのが、まあ、結構ね、えー、よく見かけまして、初めはまずいのかなというふうに思ったんですけど、どう考えてもね、 2人とか3人で来て、頼んでる量がね、後から誰が来るのかなというような、ね、量を頼んでます。まあ、日本の感覚で言うと、まあ、1人で3人前ずつ頼んでる感じですね。だから4人で来てると12人前頼んでると、ね。当然のことながら食べきれないですから、どっさり残すと。で、それもったいないんじゃないかなというふうに思ったんですけど、まあ、逆にそれが普通の 食べ方だそうですこれ驚きましたね昔から誰かをもてなすときに、えー、全部食べるとね、えー、足りないという意味だから食べきれないほど頼まなきゃいけないとで余ったのは持って帰らせるというねことを、まあ、旧英館の本なんかで読んで知ってはいたんですけど、まあ、実際はそんなもんじゃないと、ねえー、例えば1食500円以下の、ね、500円以下でも十分美味しいんですけどそれ格安店ならまあ 完全に食べきっても OK。ね、当然ね、えー、食事に安いお金しかかけられない人は、まあ、全部食べるというのは当たり前なんでしょうね。でも、中級以上のレストランで、えー、この全部食べちゃうっていうのは恥ずかしいことだと。ね、で逆にあの全部食べ,られる,食べるとええ足りないんだったらもっと頼みゃいいのにというふうに思われるそうです。ね、でしかもこれは今、中国が景気キからかなと思ったら、えー、ガイドしてくれた方がね、 まあ女性なんで年齢は聞いてないですけど多分3何歳でしょうねもうちっちゃな頃からの習慣だそうですねでまあ、私もそれに習ってね、えー、一人で食べ行ってね通常ね日本だと一人で食べ行って中華料理とかね行くと残すのあれなんで頼みきんなくてね、えー、あれも食べてみたかったのになってよくあるんですけど まあ、豪に入れば豪に従えでね、えー、じゃあ中国流に食べたいもの頼んで、えー、食べられなかったら残してというのをやってみました。ね、なかなか美味しそうな料理。まあ、美味しそう。まあ、まあ、まずくはないですけど、ちょっと私には甘すぎましたね。えー、小籠包もね、日本で食べるのよりなんかちょっと豚肉の癖が強くてね、えー、まずくはないんですけど、えー、ちょっとどうだろうという感じで、 これね、これから食べますっていうんじゃなくて、これが食べ終わった姿ですね。えー、この豚肉は、まあ、量が多いって言うとあだ、あれだってのと、まあ、小籠包もこんな感じで、ね、結構、えこれがおお、えー、と持ってこられた食事かなって、いやそうじゃなくてね、これが、えー、残した状態で、これが普通の状態でよく見かけます、ね。小籠包も残って、ちょっとデザートのね、この、えー 安仁豆腐にマンゴーがかかったのはりかしうまかったんで全部食べちゃいましたけどまあこの部分的に全部食べるのはケ、OK、ーとでもね全部ほとんどきれいに食べるのは良くないとまあ日本でそれあるとねなんか文ンカんのがうちの料理人ぐらいなねあるいはね、えー、食いきんでるのにそんな頼むなという感じなんですけど逆に中国だとね、えー、それがウェルカムという感じなんでね、えー、全く問題なかったですちなみにここはね、えー そんなに高い店じゃなかったんで、えー、これだけ頼んで270円、4600円ぐらいという感じでした、えー。結構ね、こっちのレストラン高いです。えー、ホテルでね、えー、お昼に、その習慣を聞く前だったんでね、私は全部食べちゃいましたけど、えー、春巻きと、まあ、ちょっとした肉と、ここに書いたのよりね、 一品少ないぐらいで、もっと量が少ないとこで、えー、頼みましたけど、講習で。えー、それで6000円ぐらいでしたね。だから、えー、そこそこのレストランすごい高いです。そんな形で、高いレストランだろうが、えー、普通のファミレスだろうが、格安の、えー、お店以外だと、全部食べきると恥ずかしいと。ねえー、何それ、だからなんだろうね。日本でいうところの、食べきって子供がお皿舐めてる感じですかね、きっとね。 い、えー、いうぐらいの、えー、感じだそうです、まあ、だからね、中国って所得も低いしあれだからと思ってますけど、まあ、実はね、えー、その、えー、食料はたんまりあって飢え死にしないという意味ではね、まあ、日本よりやっぱはるかに豊かなんではなかろうかというようなこともね、えー、ちょっと思いました。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。